はい、くるちゃん、今日はいじめに関する話をしていきます。いじめのベストな対策って一体何っていう、そういう話題になります。これに関しては教育者、要は教育委員会とか各学校が立てているガイドラインみたいな対策っていうものは、実は科学者の間では結構無意味だとか、あるいは、評価が低かったりっていう結果が結構多く出ているそうです。まあ、例えばいじめをした子に対して罰則を定める、例えば停学にするとか反省文を書かせるみたいな、こういうゼロトレランス方式っていうものは、これは意味がないですよと、まあ、そもそもいじめてる側にってそういう自覚がないので、まあ、そもそも罰のある意味がわからないんですよね。なんでちょっと走らせただけじゃんとか、走らせただけじゃんとか、あるいは、ちょっと殴っただけなのに、なんで罰があるの意味がわからないみたいな、解決の必要がそもそもあるのって、これってそもそも問題なのっていうような、まあ、認識なので、こういうゼロトレランス方式っていうのはまあ意味がないですよ。子ども同士で解決させるっていうピアメディエーション方式っていうものは、逆にいじめが増える可能性を高めるというような結果が出ています。それから傍観者介入といって、いじめが起きているのを知ってて当事者同士で解決できないな、危ないなっていう段階になって、大人がちょっと待てって入っていくっていうような、これに関しては、そもそも子ども同士で解決できない状況までほっといてしまったら、大人が一旦介入して仲直りして握手させたとしても、次の日から元の関係に戻れるかって言ったら、そりゃ無理ですよねっていう話です。というような問題が出てきているので、例えば今言ったような3つっていうのは全く意味がないというような評価を科学者の間では下しています。ところが結構こういうのを定めている学校って結構あったりしますよね。これ意味ないんですよねっていう結果です。で、じゃあ意味のあるいじめ対策って一体何なのかっていうと、大きくは2つです。で、1つはポジティブな校風作り、それから2つ目が社会性感情の学習というところです。で、ポジティブな校風作りっていうのは結局何のことかっていうと、リーダーシップを育みましょうということなんですね。ところがこれ裏があって、教育者が身につけるべきリーダーシップっていう話であって、子どもたちが身につけましょうではないんですよ。じゃあ例えば教育者はいじめの問題を果たして認識しているのでしょうかとか、ただの子ども同士のおふざけと思ってますかとか、あるいはいじめっ子は罰すれば解決できると思ってますかっていうような、なんかこういう話って、なんて言うんでしょうね、まあ、おふざけと思ってますかっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、会社のマネジメントなんかでこう起こったりする問題だったりしますよね。いじめっ子罰する、要は目標達成できない営業マンがいたら罰すればいいと思ってますかとかですね、そもそも目標達成できていない問題を認識できていますかみたいなこと。だから教育者自身が子供をきちっとマネジメントするために今起こっている問題っていうのは一体何なんですか、何が原因で問題が起こっているんですかっていうことと、その問題を解決する手立てっていうのは果たして正しいんですかっていうリーダーシップを子供じゃなくて教育者自身が身につけるっていうことが一つ大事になっていきますよと、はい、きちっとマネジメントできるっていうような環境を作っていくっていうことですね。それから2つ目、対人関係を学ぶっていうことなんですが、これは大きく5つさらにあって、1つ目はまず自己の理解をしましょうと、自分の感情や考え方とか行動が普段どんな風に現れてたりとか、どんな風に思ったりしているのかっていうことを学んでいきましょうとか、それから2つ目にセルフマネジメント、じゃあその感情とか思考とか考え方ですねとか行動っていうのをきちんとコントロールできますか、この一線を越えてしまった時に喧嘩が勃発とかいじめが勃発してしまうっていうなら、じゃあその一線踏みとどまることができる行動とか考え方っていうのはどうできますかっていうような話です。それから3つ目に、社会と他者との理解と、ごめんなさい、社会と他者の理解ですね、はい、つまり自分の起点においてクラス全体ですとか、あるいはお友達とかっていう理解をちゃんとできているかどうか、まあ、共感力とか理解力っていう話ですよね。何々ちゃんは普段何を考えてると思うとか、このクラスは一体何を目指してると思うみたいな感じですね。まあ、何を目指してるっていうのは小学生とかに考えさせてなかなか難しいかもしれないですけどね、はい、でそれからまあ4つ目に人間関係スキルということで、これをコミュニケーション能力、要は伝える伝達する能力と、一方で受け取る傾聴力っていうのもしっかりと鍛えていきましょうと、はい、これをまずは一方的にきちんと相手を説得納得させられるために、ディスカッションじゃなくディベートなんかをするのも非常に良かったりします。でこれはアメリカとかヨーロッパみたいな欧米諸国なんかで取り入れられているんですけど、日本じゃそのディベートってなんか喧嘩みたいなイメージが強いから、なかなか取り入れられなかったりしてるんですよね。これやったらいいと思うんですけどね、はい、それから5つ目に最後、意思決定能力ということで、ルールがあるという前提で問題をどう解決していくかっていう力を上げていく
そういう能力です。つまりここで今手を出してしまったら喧嘩が起こるとかいじめが起こるっていうのを、じゃあ今手を出したいくらいムカつくけど、じゃあこの手を出さないでどう解決を導くことができるのかっていうのを、考えさせる、能力っていうようなところになったりします。これらを大きくポジティブな興奮作りと、それから、対人学習を学ぶっていうことをやっていくと、いじめを減らせる可能性、起こる可能性っていうのは、上がりますと。いじめの起こる可能性を下げることはできますと。ただいずれにせよ教育者、つまり教員とか大人ですね、教員をはじめとした大人の皆さんが子供に任せっぱなしではいじめを減らしたりとかなくしたりとかっていうのは絶対にできません。ですから大人の力が必要になってくるので、まず大人である我々がいじめをなくそうとか減らそうっていうふうに思うのであれば、我々自身がリーダーシップ能力っていうのを身につけて、子供をきちんと観察して正しい方向に導けるようなマネジメント能力っていうのを身につけていく必要がありますし、一方で子どもたちには先ほどお伝えした対人関係5つ、自己の理解、セルフマネジメント能力、社会と他者の理解、それから人間関係スキル、意思決定能力っていう、この5つっていうのを身につけるような、その授業で持つっていうのは、例えば道徳とか総合の授業くらいしかできないかもしれませんが、普段の関わり方からそういうことを意識するような大人にぜひ目指してなっていただけたらなというふうに思います。これは教育関係だけではなくて、お子さんをお持ちのお父さんお母さんにも非常に役立つ内容になっているかと思いますので、ぜひ、今日お話しした内容っていうのはまた繰り返し見ていただけると非常にありがたいかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。